今回はかぐや姫の罪について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、あの竹から生まれたっていう話、信じてるのか？え、信じてるわよ。だって、昔話だし。信じてるのかよ。あの話、よく考えたらおかしいんだぜ。どういうこと？まず、竹から人間生まれるって、ありえないだろ。あ、確かに。それに、かぐや姫は美しくて、賢くて、歌も上手くて、何でもできるって話だろ？そうね。そんな完璧な人間、どこにいるんだ？確かに、完璧な人間はいないわよね。それに、かぐや姫は月の人だっていう話だろ？そうよね。月の人って、一体何なんだ？私もよくわかんないわ。月の人って、要するに、地球人じゃないってことでしょ？そうなのかな？地球人じゃないのに、なんで日本語喋ってんの？確かに。それに、かぐや姫は、月に帰ることを決めたって話だろ？そうね。なんで、わざわざ地球に生まれて、また月に戻るんだ？私もよくわかんないわ。かぐや姫の行動、謎だらけだな。そうね。もしかしたら、かぐや姫は、地球に何か目的があって、生まれてきたんじゃないか？目的？例えば、地球を征服するためとか、人類を滅亡させるためとか。え、そんな？あはは、冗談だよ。でも、かぐや姫の行動、よく考えると怖いんだよな。確かに、怖い。かぐや姫の正体、もしかしたら、私たちにはわからないのかもしれない。そうかもしれないわね。でも、かぐや姫の物語から、何か大切な教訓を学べるかもしれない。どんな教訓？それは、君自身で考えなさい。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の罪について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、かぐや姫って、月の人間だっていう話、知ってるよな？知ってるわよ。あの光り輝く姿は、やっぱり月の人間だったのね。そうだな。でも、月の人間ってことは、つまり、地球の人間じゃないってことだぜ。地球の人間じゃないのに、地球で生きていくって、簡単なことじゃないんだぜ。そうよね。でも、かぐや姫は、地球の人間と仲良く暮らしていたみたいだし、特に困ってなかったみたいだけど。そう見えるだけだぜ。かぐや姫は、地球の人間にバレないように、自分の力を隠して生きていたんだ。だって、月の人間だってバレたら、みんな怖がるだろうしな。確かに、月の人間って聞いたら、ちょっと怖い気がするわね。しかも、かぐや姫は、月に帰るように言われていたんだぜ。月の人間は、地球にずっといることは許されてないんだよな。月に帰るように言われたってことは、かぐや姫は、月で、何か大切な役割があったのかもしれないわね。そうだな。月では、かぐや姫は、月の王女だったんだぜ。でも、地球の人間と恋をして、月に戻ることをためらっていたんだ。月に戻ることをためらっていたってことは、かぐや姫は、地球の人間が好きだったってことね。そうだな。でも、かぐや姫は、自分の気持ちと、月の王女としての義務の間で葛藤していたんだ。どっちを選ぶか、それは、かぐや姫にとって、とても辛い決断だったんだぜ。確かに、どっちを選んでも、悲しそうね。そして、かぐや姫は、結局、月に戻ることを決めたんだぜ。月の王女としての義務を果たすため、そして、地球の人間を傷つけないため、自分の気持ちを抑えて、月に戻ることを決めたんだ。かぐや姫は、本当に強い人だったのね。自分の気持ちを抑えて、みんなのために、月に戻ることを決めたなんて。そうだな。かぐや姫は、月の王女としての義務と、地球の人間への愛情、両方の重みを感じて、苦しんでいたんだ。でも、かぐや姫は、自分の決断に後悔はしていないと思うぜ。そうよね。かぐや姫は、自分の決断に誇りを持っていたと思うわ。かぐや姫は、月に戻ることで、地球の人間に自由を与えたんだ。月の人間と地球の人間が、争うことなく、平和に暮らせるように、かぐや姫は、自分の命を捧げたんだぜ。かぐや姫は、本当に偉大な人だったのね。みんなのために、自分の命を捧げたなんて。かぐや姫の物語は、単なるおとぎ話じゃないんだぜ。
かぐや姫は、私たちに、大切なことを教えてくれたんだ。それは、自分の気持ちと、周りの人たちの気持ち、どちらも大切にすることなんだ。なるほど。かぐや姫の物語は、私たちに、たくさんのことを教えてくれるのね。だから、かぐや姫の物語は、長い間、語り継がれているんだぜ。みんな、かぐや姫の物語から、何か大切なことを学びたいと思っているんだ。そうよね。私も、かぐや姫の物語から、たくさんのことを学びたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、竹から生まれたって話だけど、実はね、あの竹はただの竹じゃないんだぜ。ただの竹じゃない。どういうことなのね。あの竹は、天上の竹っていう、特別な竹なんだぜ。天上の竹は、神様が作った竹で、特別な力を秘めているんだ。神様が作った竹？それはすごいわね。そうだろう？だから、かぐや姫は、普通の女の子じゃないんだぜ。彼女は、天上の竹から生まれた、特別な存在なんだ。天上の竹から生まれた？だからあんなに美しいのかしら？美しいだけじゃないぜ。彼女は、神様の力を秘めているんだ。だから、人間にはできないようなことができるんだ。人間にはできないこと？例えば？例えば、空を飛んだり、水を操ったり、時間をやめることだってできるんだぜ。すごい。そんなことができるなんて。でも、彼女は、天上の竹から生まれたことを隠すように言われていたんだぜ。もし、人間にバレたら、彼女は天上に連れ戻されてしまうんだ。それはなぜなの？それは、天上のものは、人間と関わることを禁じられているんだぜ。もし、天上のものが人間と関わることで、人間界に悪影響が出たら大変なんだ。なるほど。だから、かぐや姫は、自分の正体を隠していたのね。そうなんだぜ。でも、彼女は、人間界に恋をして、天上のものとしての運命を捨てて、人間界に残りたがったんだ。恋？それは、誰と？それは、竹取物語に書いてあるだろ？そうね、でも、詳しく覚えていないわ。つまり、かぐや姫は、人間界の生活を捨てて、天上のものとしての運命を受け入れざるを得なかったんだぜ。彼女は、天上のものに連れ戻されて、永遠に人間界に戻ることはできなかったんだ。それは悲しい。でも、かぐや姫は、自分の決めた道を歩んだのね。そうだな。彼女は、天上のものとしての運命を受け入れ、人間界を去ったんだぜ。でも、彼女は、人間界での生活を忘れなかった。彼女は、人間界で過ごした時間の中で、多くの大切なものを得たんだ。大切なもの？例えば？例えば、人間との愛情だぜ。彼女は、人間界で、多くの人の愛を知ったんだ。彼女は、人間界での生活の中で、多くの喜びと悲しみを経験したんだ。かぐや姫は、人間界で、たくさんのことを学んだのね。そうだな。彼女は、人間界での生活の中で、多くのことを学び、成長したんだぜ。彼女は、人間界での経験を胸に、天上のものとしての道を歩むんだ。かぐや姫の運命は、悲しいけど、壮大ね。そうだな。彼女は、天上のものとしての運命を受け入れ、人間界を去ったけど、彼女は、人間界での経験を忘れなかった。彼女は、人間界での経験を胸に、天上のものとしての道を歩むんだ。かぐや姫は、天上のものとしての運命を受け入れ、人間界を去ったけど、彼女は、人間界での経験を忘れなかった。彼女は、人間界での経験を胸に、天上のものとしての道を歩むんだ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、みんな大好きだよな。うん、美しいお姫様で、素敵な物語よね。でも、よく考えてみろよ。かぐや姫って、最初から人間じゃなかったんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。竹から生まれたって話だろ？確かに、そうね。竹から生まれたってことは、つまり、人間じゃないってことだ。じゃあ、一体何なの？それはな、いろいろ説があるんだぜ。いろいろ？一つは、天女説だな。天女？そう、
天から降りてきた神様みたいな存在だ。なるほど。でも、天女説だと、なんで竹から生まれたのか説明つかないよな。確かに、そこは謎よね。だから、もう一つ、有力な説があるんだ。それは？それ花、月と説だ。月人？つまり、月の人間ってわけだ。月の人間？そう、月は人間が住める場所じゃないから、月とって呼ばれてるんだぜ。ふーん、確かに、月に住む人なんて、聞いたことないわね。で、かぐや姫は、この月とから生まれたってわけなんだ。月人から？だから、かぐや姫は、月に帰るって話になってるんだよ。なるほど、そういうことね。で、かぐや姫は、結局、月に帰ってしまったわけだが。そうよね。この月に帰るって話も、よく考えたらおかしいんだよな。どういうこと？だって、月って、人間が住めない場所だろ？確かに、そうね。なのに、かぐや姫は、月に帰れるんだぜ。不思議ね。しかも、かぐや姫は、月に帰るのを嫌がってたんだぜ。そうね。人間は、住めない場所に帰ろうとしないはずなんだ。確かに、そうよね。つまり、かぐや姫は、月とじゃなかったってことになるんだぜ。え？そうなんだ。じゃ、一体何だったの？それはな、俺もわからないんだぜ。え、そうなの？だって、かぐや姫は、竹から生まれたって話だろ？確かに、そうね。竹から生まれたってことは、つまり、人間じゃないってことだ。じゃあ、一体何なの？それはな、謎なんだぜ。謎？かぐや姫は、人間じゃなかった。でも、月とでもなかった。じゃあ、一体何だったんだ？本当に、謎だわ。かぐや姫の正体は、永遠の謎なんだぜ。そうね。永遠の謎ね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、かぐや姫って、実は地球人じゃないって話から始めようぜ。彼女は、月で生まれたっていう説が有力なんだ。月で生まれた、なのね。どうしてそう思うの？だって、かぐや姫は光り輝くような美しさで、しかも超人的な能力を持ってたんだろ？普通の地球人じゃありえないよな。確かに、かぐや姫は美しいし、空を飛んだり、遠い場所へ一瞬で移動したりできたわよね。それに、かぐや姫は、月への帰りを強く願ってたんだ。あれは単なるふるさとへの憧憬じゃないぜ。彼女は、月の人間として、ふるさとに帰る運命だったんだ。なるほど。月の人間だったのかしら。でも、どうして、かぐや姫は、地球に来たの？それは、月の事情が関係してるんだぜ。月では、何かしらの問題があって、かぐや姫は地球に避難させられたんだ。避難？どんな問題があったのかしら？そこは、今のところ謎なんだぜ。だけど、月の人間は、地球に来たことで、寿命が短くなっちゃうんだ。かぐや姫も、本来ならもっと長く生きられたはずなんだ。そうだったのね。だから、かぐや姫は、月に戻ることを決めたのかしら。そうみたいだ。かぐや姫は、地球でたくさんの経験をして、月に戻る決意をしたんだ。彼女は、自分の使命を果たすために、地球に来たんだぜ。使命？詳しい内容は不明だけど、かぐや姫は、月の人間として、地球に何かしらの重要な役割を担っていたんだ。だから、彼女は、ふるさとに帰ることを選んだんだぜ。かぐや姫は、本当に不思議な存在ね。かぐや姫は、地球の人間には理解できないような、大きな使命を背負っていたんだ。彼女は、月の人間としての誇りと、地球への愛を胸に、ふるさとに帰ったんだぜ。かぐや姫の物語は、本当に切ないわね。かぐや姫の物語は、単なる昔話じゃないぜ。それは、宇宙と人間の壮大なドラマなんだ。月の人間、かぐや姫の真実を、これからも語り継いでいきたいよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の罪について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、かぐや姫って、実は相当な問題児だったんだぜ。え、そうなのね。どういうこと？だって、生まれた時から輝いてて、
超絶美少女で、才能も抜群。周りの男はみんな夢中になって、結婚したいって騒ぎ出すんだぜ。それは、確かに、羨ましい話よね。そうだけど、かぐや姫は、その状況を全く楽しんでなかったんだ。むしろ、苦しんでいたんだぜ。なぜ？みんな、かぐや姫のことが大好きだったんでしょ？そうだけど、かぐや姫は、自分の運命が周りの男たちに左右されていることに気づいて、息苦しさを感じていたんだ。自分の意志で生きていきたいのに、周りの男たちに振り回される毎日。それが、耐え難かったんだぜ。それは辛いわね。でも、かぐや姫は、その状況から抜け出す方法を見つけたんでしょ？そう、月へ帰ることを決めたんだ。月に帰ることで、周りの男たちの束縛から解放されることを望んだんだぜ。なるほど。でも、月へ帰るって、どういうことなの？かぐや姫は、もともと月の姫だったんだ。地球に来たのは、試練を経験するためだったんだぜ。試練？どういう試練？地球で生きること、人間と触れ合うこと、愛を知ること。そういった経験を通して、かぐや姫は成長し、自身の運命を受け入れることを学ぶ必要があったんだぜ。でも、かぐや姫は、月へ帰るのが嫌だったみたいよね。そうなんだ。地球で出会った人々との別れは辛かったし、自分の気持ちに正直になれなかった。でも、かぐや姫は、自分の運命を受け入れ、月へ帰ることを決意したんだぜ。それは、本当に大変な決断だったわね。だから、かぐや姫は、罪悪感を感じていたんだ。自分が大好きな人々を置いて月へ帰らなければならない。それが、かぐや姫の罪だったんだぜ。そうか、かぐや姫は、自分の運命を受け入れるために、辛い決断をしたのね。かぐや姫は、自分の運命を受け入れ、月へ帰った。そして、そこで、新たな人生を歩み始めたんだぜ。月へ帰ったかぐや姫は、地球で得た経験を通して、自分の運命を受け入れ、成長したんだぜ。かぐや姫の罪って、自分の運命を受け入れられないことだったのね。そうなんだ。だから、かぐや姫の物語は、自分の運命に立ち向かうことの大切さを教えてくれるんだぜ。深い話ね。考えてみれば、私も、自分の運命に立ち向かわなきゃいけないのかもしれないわ。そうだぜ。自分の人生は自分で決めるんだ。誰かのために生きるのではなく、自分のために生きようぜ。うん。私も、自分の運命を自分で切り開いていくわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、月の人間だって言われてるよな。そうね。竹の中から生まれたって話だし、不思議な存在よね。実は、かぐや姫は月で罪を犯して、地上に落とされたって説があるんだぜ。罪？どういうこと？月では、寿命が無限にあるんだ。だから、月の人間は飽きてしまうんだぜ。飽きてしまう。そう、永遠に生き続けると、いろいろなことに飽きちゃって、最終的に無気力になっちゃうんだぜ。かぐや姫も、月で無気力になって、地上に落とされたって話だ。なるほど。それで、地上では、かぐや姫はいろいろな経験をして、再び月に戻る決意をするんだぜ。でも、月に戻るってことは、地上での生活を諦めるってことよね。そうだな。地上での生活は、月の人間にとっては、あくまでも修行のようなものなんだぜ。修行？地上でいろいろな経験をすることで、月に戻っても飽きないで生きられるように、心を鍛えるんだぜ。つまり、かぐや姫は、月での罪を償うために、地上で修行をして、成長したってことね。その通りだぜ。かぐや姫は、地上で多くの貴重な経験をして、成長したんだ。そう考えると、かぐや姫の物語は、ただのおとぎ話じゃないのね。そうだな。かぐや姫の物語には、深い意味が隠されているんだぜ。なんだか、かぐや姫に対する見方が変わっちゃったわ。そうだな。かぐや姫は、ただのおとぎ話に登場する姫君じゃないんだぜ。よく教えてくれて、ありがとう。どういたしまして。これで、かぐや姫の真実がわかったよな。うん。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はかぐや姫の真実について解説するぜ。
よろしくお願いするわ。かぐや姫って、なんで月へ帰ったと思う？ええ、月が恋しかったから、じゃないかしら？確かに月が恋しかったってのもあるかもしれないけど、それだけじゃないぜ。そうなのね。かぐや姫は、月の人間だったんだよな。え、そうなの？そうなんだぜ。月の人間は、寿命が短いんだ。寿命？そう。だから、かぐや姫は、月へ帰らなければいけなかったんだ。月の人間は、月に帰らなきゃいけないなのね。そうなんだぜ。かぐや姫は、月の人間として生まれたんだけど、地上で育ったから、月への記憶を忘れてしまっていたんだ。そうか、だから、月へ帰るときに、悲しんでいたのね。そうだな。かぐや姫は、地上で愛する人々を手に入れたけど、その愛は、月の人間としての寿命によって、永遠には続かなかったんだぜ。切ないわね。だから、かぐや姫の物語は、愛と別れ、そして永遠の命という、難しいテーマを書いてるんだ。そうか、深く考えさせられるわね。かぐや姫は、月の人間として生まれたことを受け入れ、月へ帰ったんだ。月へ帰ると、永遠の命を得られるのね。そうだな。かぐや姫は、地上での愛と、月での永遠の命、どちらを選ぶか、究極の選択を迫られたんだ。難しい選択だわね。かぐや姫の物語は、私たちに、愛と別れ、そして永遠の命について考えさせてくれるんだ。深いお話ね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はかぐや姫の罪と罰について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、月の世界の住人だったんだよな。そうよね。でも、なんで地球に来たの？それは、月の世界で何かやらかしたからだって話だぜ。何かやらかした？どういうこと？具体的には、月の世界で罪を犯したらしいんだ。罪？どんな罪？詳しくは書かれてないんだけど、月の世界の法律に違反したらしいんだぜ。でも、なんで地球に来たの？月の世界から逃げてきたんじゃないか？逃げてきた？そう、月の世界の警察から逃げてきたんだぜ。警察？月の世界にも警察があるの？当然だろ。どんな世界にも警察はいるんだぜ。へえ、そうなんだ。で、かぐや姫は地球で、自分の罪を償うため、隠れて暮らしていたんだ。罪を償う？そう、地球で生活することで、月の世界の罪を償おうとしていたんだぜ。でも、なんで、地球で生活することで罪を償えるの？それは、月の世界の法律で決められているらしいんだ。月の世界の法律？よくわからないわ。月の世界の法律は、地球とは違うんだぜ。そうなんだ。だから、かぐや姫は、地球で生活することで、月の世界の罪を償っていたんだ。そうだったのね。でも、かぐや姫は、結局、月の世界に戻ってしまったんだ。なんで？月の世界の警察に捕まってしまったんだぜ。捕まってしまった？そう、月の世界の警察は、地球まで追ってきたんだ。地球まで？そう、そして、かぐや姫は、月の世界に連れ戻されてしまったんだ。月の世界に？そう、かぐや姫は、結局、月の世界の警察に捕まって、月の世界に戻されてしまったんだぜ。月世界の警察って、怖いな。そうだな。月の世界の警察は、地球の警察よりも恐ろしいんだぜ。どうして？月の世界の警察は、地球の警察よりも権力を持っているんだぜ。権力？そう、月の世界の警察は、地球の警察よりも、法律を厳しく守っているんだ。厳しく？そう、月の世界の警察は、地球の警察よりも、罪を犯した人間を厳しく罰するんだ。怖い。だから、かぐや姫は、月の世界に戻されたんだ。かぐや姫は、月の世界でどうなるの？それは、わからないんだぜ。わからない？月の世界の法律は、地球とは違うんだ。そうよね。だから、かぐや姫が、月の世界でどうなるかは、わからないんだ。そうだったわね。でも、かぐや姫は、月の世界に戻されたんだ。そうね。だから、かぐや姫は、もう、地球には来ないと思うぜ。そうかな。そうだろうな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。